皆さんおはようございます、今日も今日の一曲いってみたいと思います、今日はですね朝から、昨日とは打って変わって、もうカンカン照りっていう感じですね、夏っていう感じですね。まあ今日なんかね海行ったらすごく気持ちいいのかなと思うんですけども、はい、それでは今日の一曲なんですけども、今日の一曲はですね、昨日のノフさんからねリクエストいただきまして、ノリのいい、ノリノリの、福山さんのハローを歌ってほしいっていうことで、久しぶりなんですけどちょっと歌ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。今日の一曲、福山雅治さんでハロー。そんなはずはないさ、それはわかってる。25時の電話のベル、土曜日の仕事。こんなはずじゃないさ、それもわかってる。ため息で塗り替えられた週末の予定。叶わぬ夢数えて眠れない夜、恋が走り出したら君が止まらない。まだ誰も知らない感じてる。多分それは友達じゃない、特別な視線だから仕方ないよ。そして信じてる、二人熱く見つめ合える。恋人の予感、星のパレード、君を願うとき募る想い溢れて眠れない夜。誰にも負けたくない、はい、ありがとうございます。はい、のふさんリクエストありがとうございました。懐かしいですね、これ。なんかあの唐沢寿明さんが主演の野球の
映画の主題歌がなんかでしたよね確か。はい、懐かしいですね。まあちょっとね、思い出しながらちょっとなんか意外とうろ覚えになってたなっていう感じだったんですけども、いかがだったでしょうか。まあこれでちょっとね、腰が元気になってくれればいいなと思います。はい、ありがとうございます。それでは昨日のコメント読んでいきたいなと思います。はい、昨日はですね、浜田省吾さんあれから二人歌いましたけども、久則崎山さん、いつもありがとうございます。お疲れ様です。あれから2人は、曲と歌詞がいいですね。本当いいんですよね。もう僕も大好きな曲です。はい、ありがとうございます。しのさん、いつもありがとうございます。こんばんは。あれから2人大好きな曲です。タニーさんが歌う浜田さん、好きなんだけど寄せてないタニーさんのあれから2人もいいですね。ありがとうございます。エロい感想がなかったのが残念で、ちょっとね、感想がね、練習しないとできない感じなので、ちょっと今回はね、感想を省きましたけども。いたわるように触れ合っていきましょうね。答え合わせのような人生楽しいな。いいですね、答え合わせのような人生。ね、本当に、いたわるように、まあ、心をね、いたわるように、触れ合っていけたらいいなと思いますね。はい、ありがとうございます。ノフさん、いつもありがとうございます。リクエストありがとうございました。こんばんは。腰の痛みに耐えながら、以前のぎっくり腰の際に、整体の先生に言われたぎっくり腰の際には、常に正座で座ること、風呂に入る時も湯船の中でも正座で、あ、そうなんですね、思い出して、正座で聞いていました。そうですか。なんか正座でっていうとかしこまって聞かれてる感じで、ちょっとなんか申し訳ない感じしますけど、確かに腰、背骨は伸びるようで、安心感はあるんですが足がしびれる、ね、まあでも正座ってどうなんでしょうね。日本人は正座とかね、あぐらをかくから足が短いとか言いますけどね。はい、やっぱり外国の、まあ最近の若い子はね、みんな足が長いですけども、やっぱり正座とかね、あぐらじゃなくてもみんな椅子みたいなね、感じなので、やっぱり足が伸びるのかなっていうね。そんな知識がね、ちっちゃい頃あったらね、もうちょっと足が長くなったのかなと、思ったりもしてるんですけど。16の夏、あれから30年、未だにさまよってます。さまよっていいんですよ。人生とはさまようものです。はい、さまよっていろんなことを見つけていけたらいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、皆さんコメントありがとうございます。はい、まあ今日はね、特にこれといってね、予定はないんですけども、まああったかいのでね、外に、繰り出そうかなとも、思ってますけども、皆さんはどういうふうに過ごされるんでしょうか。ぜひぜひ水分はしっかりとって、熱中症には気をつけましょう。それでは皆さん素敵な週末を。それではまた明日。